る。パパトンです。ママトンです。マートンです。今日はですね、妊娠経過報告22週目、はい、ということで中期ですね。そうですね、前回の検診から1ヶ月経ちました、うん、なるほど。ということでまたちょっとエコーを取ってきたので、はい、一緒に見てみたいと思います。はい、見ましょう。まず頭から、はい、はい、だんだん大きくなってきましたね。だんだん今頭のサイズ測ってます。おお、はい、そして今ね、ちょうど目がわかるかな。あ、これ目か。そう、目。今まであんま目ってちゃんと見えなかったよね、うん、ほら、ちょっとわかる、目くぼんでるところが。これはお腹。そうそうそう。で、心臓が今、うん、ちょっとちらっと映りました。そしてね、お腹のサイズをね。お腹のサイズ、はい、お腹ね、なんか今回はちょっとぽっこりって言われたの。前回は細身ちゃんって言われてたんだけど、まあ、撮る角度によるんだろうけど、うん、まあ、でも、まあ、しっかり丸、まあ、丸く、そうそうそう、たっぷりサイズがありますよっていうこと言われました、うん、はい。そしてこれ足ね、足の足骨ですね。大腿骨しっかり落ちてます。大腿、大腿、大腿。そして、うん、そしてそして一回食べますか、はい、ストップ、まあ、ちょっとこれだとちょっと薄くて分かりづらいんだけど、このシンボルがやっぱりちょっとあって、まあ、ここにちょっとたまたまっぽいのも写ってるだろうっていう、そう、ちょっと分かりづらいんだけどね。でも先生、そうそう、先生やっぱり男の子ですねと。ああ、ほんと男の子ですねと。男の子ほぼ確定になり、ほぼってか、まあそうかなっていう、この前ね、しっかり、うんうん、しっかりこの前取れたけど、まあやっぱり男の子ですねと言われました。これ大腿骨でしょ。そうだね、その間に、そう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 、ただね、すごい薄いんだけどね。この前綺麗に写ったじゃん。今回はちょっと薄くて分かりづらいけど、でもやっぱりそうですねっていう感じだったから、そうそうそう、先生から分かるかなと思って。なるほど、まあ先生は見慣れてますから ね、 ね。ということで弟決定でございます。弟ほぼ決定ですね、これね、何これは。なるほど、まあ先生が言うんだったらまあまあほぼ間違いないでしょう。そうですね、一応進めますね、うん、まあまたね、多分今後、なんかエコーを取っていく中でね、そうね、またシンボルが見える時もしっかり見える時も出てくるでしょうし、とにかくね、うん、元気なのよ、ずっとやっぱり。あ、そうなんですね。もう体調もそうそうすごいけど、やっぱりエコーの時もすごい動いてて、うん元気いっぱい。なるほど。そうで、ちゃんと胎盤の位置とか、うん、羊水の量とか、うん、まあ、しっかりありますと、うん、いう感じで、なるほど。で、縫ったところ、うん、もう今のところ順調ですと。ああ、よかった。そう、だからやってよかったですねってやっぱり言われて、よかったよかった、そう、塗ってよかったなって。なんかとりあえずまだ22週だけど、うん、まあ、36週ぐらい目指して抜歯の時までね、うん、なんとかね、なんとか持ってほしいなと、うん、まあ、こういう感じですね、うん、で今回言われたのが、なんと赤ちゃん、うん、今逆子になっちゃってます。もう、そう、でももちろんまだまだ動くからそんなに問題はないんだけど、うん、逆子、逆さま、ね、じゃあ頭が上に立っちゃったね。頭がこっち、じゃあそこら辺だ、頭こっち、体こっち、足こっち、うん、頭ここ出た、ダンゴムシ、ダンゴムシ出た。こんな感じね、こんな感じ、頭こっち、体こっち、足こっちダンゴムシ、そうそうそう、こんな感じ。本当は頭が下になってるね、生まれてくるときは。そう、頭から出てくるんだけど普通はね。そう、でもそれが今逆で頭が上になっちゃってるから、頭が上になっちゃってるから、もっともっと動いてもらって、うん、生まれる時には頭が下になっててもらった方が生まれやすい。過去体操なんてありますからね。あ、確かにね、うん、だからもうちょっとこれが続いちゃうと危ないかな、過去体操やっといてくださいねってなる、ね、うん、過去体操、そう、過去を直す体操があるの、ね、そうそうそう、ママの方が動いて中に、中で動いてもらうっていう、そうそう、動きで。ワンツーワンツー、なんで手だけやったらしょうがないですよ体動かしなさいからだワンツーワンツーまあでもとにかく元気で動き回ってるから、まあ大丈夫かなって感じかな、うん、まあまだね、行ったり来たりすると思うし、まだまだ、ね、まだ6ワンツーまだ6ヶ月だしね。そうだね、うん、そんな感じですかね。はい、まあでもとにかく順調で、うん、で、そう、体重、うん、ママとの体重、うん、妊娠した時点での
体重から22週の時点でまだ2キロしか増えてません。お測ったら。なるほど。そう。だから、まあ、今後もそんなに増えないのかなとか思ったり、思った以上にね。なんだろう、どうなんだろうね。わかんない。まあ、これから結構ね、どんどん成長するからわかんないけど、まあでも、うん、今の時点ではまだ少ない感じですかね。はい、でもすごい食べまくってるから。まあまあまあ。お店で食べまくってるから。成長してるんだよね。そうだね。うん、そうだね。まああとはやっぱりその、できるだけ遠くに、すごい遠方には行かないようにして、はい、できるだけ家の近くとか、うん、まあ、行ける範囲内でね、過ごしてくださいということを言われました。うん、まあ今のところ順調なのでね、よかったね。順調よかったよかった。よかったよかった。そこだけが心配だった。あ、そうだね。そうだね。で、ここからは、2週間おきの検診になるそうです。なるほど。なのでまたあの定期的に経過報告短い時間でね、はい、アップしていけると思うので、はい、今後も見守っていただければと思います。でとりあえず、まあ、男の子が確定したので、まあ、ちょっとね名前とかも考えていきたいなと思います。そうですね、名前ね、うん、次の男なんで。そうだね。弟だから単純ならそれ。はい、というわけで今回は22週の経過報告でした。あと性別確定ね、うん、ということでした。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございます。バイバーイ。